はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、桐生京介です。さあ本日なんですが、皆さんは氷結界の竜トリシューラというモンスターご存知でしょうか。まあ、ご存知の方もね、たくさんいらっしゃるかなと思うんですが、このモンスター、まあ、くっそ強くて、シンクロ召喚した時に、手札、フィールド、墓地のカードをそれぞれ、1枚ずつ、除外できるよっていう、ぶち壊れ効果でございまして、これ相手の、なんだよ、手札を判別するっていう、まあ、先行1ターン目で出してね、判別するっていうコンボでよく使われてまして、ずっと制限カードだったんですよ。なんですけど、まあ、現代勇気のパワーも上がってきまして、まあ、取り調べられたら許してもいいよと。いうことで、なんとね、最近、3枚使えるようになったんですね。で、それに合わせたかどうか知らんすけど、インフィニティガンっていうぶち壊れソリティア、魔法もうこれも3枚制限解除されまして、今満足民大歓喜してるんですね。で、今日はね、多分ね、僕初めてなんじゃないかな、動画で取り上げるのインフィニティを作ってきました。インフィニティデッキ結構今強くなってて、ユベルギミックをね、使って回していくと結構簡単にドミニオンキュリオスからそのインフィニティデーモンを、政治経由で墓地を送って、でこっから、デーモンの特殊召喚してインフィニティムーブにつなげるっていう動きができるようになっているんですよ。でドミニオンキュリオスってこのデモンロータス、または招来神から、成立するんで、まあ、一応そのデモンロータス、将来神、なんかナイトメアスローみたいな、結構初動カードがいっぱいあるんですよね、このデッキ。そういうところもあって、結構、買い物もそうだね。で、この辺のカードが結構全部初動カードになり得ると。で、さらにプラスして一応そのファントムオブイベルって融合モンスターを出すことができるハンドであれば、黒シープから、黒シープのリンク先にこいつを、ファントムオブイベルが、いる状態を作ると、自分の墓地からインフィニティデーモンを特殊召喚できるということで、まあ、非常にね、回しやすくなっておりました。で、しかもね、こいつがね、レベル9なんですよ。ファントム・オブ・イベルが。これトリシューラ3体だけでは、前半ですはちょっと不可能なんですよね。3体しかねえから。まあ、戻したり使い回したりしないと。なんですけど、ファントム・オブ・イベルが出せると、レベル9、多分レベル9で、エクシーズ9ができて、エンタープラズにいるっていう、これも、判別効果持ってるんですけど、こいつも出せるんで、これ3体とこれ2体出して、相手の手札を全部判定します。結構決まるんで、よかったら最後までご覧ください。一本満足ムーブやっていきましょう。デュエルスタンバイ。禁止令来た。一発禁止令打つか。まあちょっと一回ファントム出すのもありだな。一回ファントム出して、でこうしてからだな。これで禁止令無限抱擁。あれか、これ先禁止令で無限保養で言ってかとか言うと、G が一番うざいんで、ちょっと先出すっていう、のいつもやってるんですけど、ユベで生きてる場合は、なんもねえな、これ。こうだな。これ一応あれだな、さ無限保養言うんだったら、あれか、禁止令かとか言うと、ブリングむずいな、この一気。で、一旦、混沌の召喚師をリンクリボンに変えまして。混沌の、なんだっけ、暗黒か。暗黒の将来神くんは、一応1体で、まあ、プラスコストか。プラスコストで1体で、ドミニオンキュリオスっていう、まあ、バケモンになれるという話がありますので、採用をしております。で、魔法使い族、サイバース族、悪魔族で、リンク召喚をさせていただきましょう。うおっ、ライトロード、ドミニオンキュリオス効果と。ライトロード、ドミニオンキュリオスの効果によって、千原誠司墓地送るじゃないですか。で千原誠司墓地送られたんで、効果発動して仲間を、まあ、墓地で叩き落とせるよみたいな効果で、インフェルニティデーモンとかいうぶち壊れ送り、何が落ちた、スクワーマー落ちたか。なるほど、ユーベル出しに行くよりもこれあれか、先にヘレグレイブスクワーマーで特殊召喚してカード持ってきた方が強いか。こうすんだろう。で、スピリット・オブ・ユベルの効果発動して、ナイトメア・ペインセッティング。で、ナイトメア・ペイン発動。で、ナイトメア・ペインの効果。あ、こういうね、上振れ展開もできるということをお見せしていきたい。で、スピリット・オブ・ユベルを爆破して、
ヘルクレイブスクアーマーを追ってきて、で、スプリットの効果破壊されたのでユベルが出てくる。いいよ、今のところ非常にいい。そして一旦黒潮出しに行って、でリンク先に融合モンスターがいる状態を作るでしょ。でさらに、ヘルグレイブスクワーマーちゃんの効果発動をしてリンク先に特殊召喚することによって、いえで、クロシップの効果、自分の墓地からモンスター特殊召喚できるので、これで、インフェルニティデーモンを爆誕させていく。効果発動、さあ満足ムーブが始まるぜここから満足ムーブが始まるぜ。インフェルニティネクロマンサーを持ってくるぜ。そしてまあ、なんだっけ、スカルデッドやな。こことここ。これでスカルデッドを出し、そして、まあ、スカルデッドじゃ4枚ドロー入んないんだが、今回は、スカルデッドの効果、インフェルニティネクロマンサーを特殊召喚。さらにインフェルニティネクロマンサーを手札が0枚の場合、自分の墓地からインフェルニティモンスターを特殊召喚。これによってインフェルニティデーモンを特殊召喚。そしてインフェルニティデーモンのモンスター効果発動。このカードの効果によりインフェルニティガンをなんか3枚やるのめっちゃわかんの、これ3枚やるのめっちゃわかんのわ。なんか3枚 の時代に全然遊戯王してなかったんで、3枚やるのめっちゃくちゃわかんですね。さあスカルデッドを、リンクスワに、世界流ジーランティスを特殊召喚。そして世界流ジーランティスのモンスター効果、世界流ジーランティスによってもう一度ジーランティス、あ、これちなみにユベル のファントム君、正規召喚してないから、なんか召喚条件満たしてなくて、なんか帰還できないっていう、なんかそれはあるんですけど、まああんま問題はないです、再生には。ここまで来て誘発打ってないやつなんていないから、インフィニティガード3枚使っていいのマジで終わってるだろこれさあネクロマンサーの効果、インフィニティなんだっけ、聖児を特殊召喚し、うおいやー、ま満足、一本満足、はい、満足、一本満足、はい、まず一本満足していきます。さあ1本目効果、はい、ゲームから除外、はい、最強で、インフィニティガンの効果発動、インフィニティガンの効果により自分の墓地からインフィニティモンスター2体を特殊感っていうか、デッキ何、あ、クシャ取りだね、これクシャ取りだじゃん。なるほどね、相手のデッキまああんま関係ないんだけど全部除外するから手札で、インフィニティデーモンの効果、インフィニティガンもまたさらに手札に加えていくぜ。そしてインフィニティガンをセット、そしてこれがハンドレス状だったことによりハンドレスコブ発動、うお、あ、満足、一本満足、はい、満足、一本満足、2本目はい、こんにちは。3体並んでる様子見れるぞみんな、これ来たわ、これ満足流3枚並んでるところ見れるぞマジで、これ来たぞこれやばい、これ満足民たちが夢にまで見たと言われているこの満足アルティメット満足コンボ、はい、でさらに、はい夢にまで見たと言われている満足コンボね、これで、これってさ、これで間に合うんだっけ、まあいいや、インフィニティネクロマンサーの効果、インフィニティネクロマンサーの効果により、インフィニティステージを特殊召喚し、満足、一本満足、はい、3本目、はい、3体、やべ、アルティメットイントリシューラ来た、アルティメットトリシューラ爆弾効果おもろアルティメットトリシューラおもろで、これで、さらに、エンタープラズニルとかいうぶち壊れモンスターを出し、エンタープラズニルパイセンの効果を発動、オーバーレイトを1つ使い相手の手札は1枚半です、キョイーンやばすぎ。そしてインフィニティガンのモンスター、効果を発動、インフィニティガンの効果によって、自分の墓地からインフィニティモンスター特殊召喚、キュイーよし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 、ちなみにトリシーラはちなみにもうトリシーラはいねえ、トリシーラ3枚しか使えないらしい現代遊戯王は、なんてキックスなんだ。さあカードを1枚セット、そしてあ、これ1回あれか、一旦これバレルソード出して、ファントムビュール出して、ファントムビュールめっちゃなんか余ってるから一回出して、はい、でランク級すればいいか、レベル9のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、あらあろ、エンタープラゼンディル2体目、はい、効果発動、さあお相手の手札は全てゲームから除外させてもらった、
じゃあな、残りは60分、やべ。普通に回してんだけどな、まあまあ。まあまあ普通に回してるの時間なくて草。そして、これは、キルを取るためだけのモンスター。うおって、これあれ、リンク先ミスったな、これ。これあれって相互リンクにしなきゃいけないから、これ、あの、Gランチの出す場所ミスったわ。まあいいや。Gランチの出す場所を、なんか真ん中にしとけばいいのかな、俺。だから、相互リンクにならねえから。まあ、で、これで、ネクロマンサーを特殊召喚し、ネクロマンサーの効果、ネクロマンサーの効果による自分の墓地からインフィニティモンスターを特殊召喚、さらにインフィニティモンスターが特殊召喚に成功したので、インフィニティブレイクを出てこい、ブレイクをセット、よし、これで相手の手札5枚、除外してた上で、3妨害残ってますね。はい、まあ、守備表示にするっていう効果もまあ一応あるんで、まあこれも妨害という妨害なんですけど、はい、これでエンドです。残り30秒、危ないです。さあ残り30秒で貴様の手札が1枚、そして何でも無効カウンターと何でも破壊する、まあ通常トラップカード、そして、攻撃は俺のバレルソードが止め、そしてライフを削っているのは 俺様のバレルソード、そしてモンスター効果はファントムブベルが無効にできる、つまりてめえは詰んだってことだよ。つまりてめえは詰んだってことだ。名誉結界派とか打ってもいいぞ。その代わりお前それ打ったところで手札がなくなるけどな。さあどうする、おいおいおい、そなんか手札1枚でそんな考えることあります、そんな考えることあります、手札1枚でちょっと早く早めで、いやこれ放置プレイかよ。いやごめんって、ごめんって、ちょごめん、強すぎたね、ごめん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 、めちゃくちゃ放置されてる。満足民一人で満足しすぎてめちゃくちゃ放置されてる、サレンダーすらしてくれね。これもしかして君の時間を奪ったからお前も俺の時間を奪おうというのか。あ、タイムアウトなんか展開難しそうだなと思って、なんか全然触ってきてなかったんですけど、僕あのインフィニティっていうデッキなんかそんな難しくないですね、言うてもうもはやここまでトリシーラ3枚とかなんかGランティスとか来てたから、なんかそんな難しくなくなってるわ。一応無限法要っていうか、まあ、うららの方がいいか、さすがに一応うららって言うわ。でいやーこれどうすっかな、これ一応まあ理想展開する場合は召喚効果っていうしかないで、まあ、ファントムオブイベル出すかな、これさすがに一応これ無限法要の方が良かったかな、なんかねちょっとこれでいや確率、うわーなんかある、いやこれ確率的には占っていった方がいいんだけど、基本的には、まあ、増人はねあのファントムで止められるんで大事なんですけど、エフェクトベラーとダブルマジで禁止令と、発禁令の使い方があまりにも下手くそすぎるな、俺。これね、分かん。これ相手の持ってるこれ手札見えるやつじゃないと、これペガサスじゃないと無理じゃない、これ。エフェクトベーラー、これ無効にするしかねえだろ。ファントムユベルの効果。さあ、ファントムちゃんの効果発動して、相手のエフェクトベーラーの効果書き換えます。我が書き換えたのだ。これで、ユベル破壊ですね。はい。ユベル爆破して、ユベルちゃんの効果で、てか、これはこっちだな。七星の開門持ってくる。で、ファントムはまあもう出さなくていいか。言うて。あいつ名称して単一の効果だから、あんま関係なくて。なんでもね。ほんで、一旦七星の開門打つ。で、開門効果、混沌の召喚師持ってくる。で、混沌の召喚師召喚。混沌の召喚師を召喚。そして、一体でインクリボー。さあ貴様の命はここまでだ、貴様のハンドは全て除外させて、あなにこれ、あリビル待って、あーやばやっべやっべ、なるほどやるやないけいやこれ禁止令2ビルだったか、これ禁止令2ビルだった、むずすぎるって、いやこれワンチャンなんとかなんねえから、モンスター増やしていくしかねえな、とりあえず死者蘇生打つか、死者蘇生打ってねえちょっと待ってくださいね、
とりあえずこっち蘇生した方がアドバンテージ稼げるんでこうですね。でスピリットビベルが特殊化されて効果発動する。でスピリットビベルの効果によってナイトメアペインがセットで、ナイトメアペインの効果で、これでスピリットビベル爆破してワンチャンこれ貫通できそうじゃね。なんかワンチャン貫通できそうで、ヘルグレイブスクワーマー持ってくるでしょ。でヘルグレイブスクワーマーさんが特殊召喚できるからこうレベル値要求できる。でこうする。でこれ特殊召喚するんだろう。はいはい。でモンスターカード破壊しない。でこれで一旦リンクに出してこうするだろう。 OK。でヘルグレイブ効果発動で、ここで混沌出す。これいけるぞマジで。これいけるわ。これいった多分。これね、これ多分貫通できる。ユベルなんかユベルさん、2ミル食らったけど展開力やばすぎて貫通できそうです。こことこことこれで一旦ライトロードドミノンキューさん出してて効果発動するんじゃないですか。ほんでセージ落としてセージ効果でこれでもあれか、融合もう一回せんとあかんの結構きついか。でデーモンだろう。でキュリオスで落ちるだろう。うわガンいった、ガン1枚いったのいて。で多分一回これ黒ししないといけないんだな。黒しはトークン使える神、黒しはトークンが使える神。はい。で黒シープからのこれもう一発一旦ファントムオブユベル行く。ちょっと待ってね、これやばいよ。ちょっとま2ビル打たれてちょっとアドリブ展開すぎて時間がない。で黒シープ効果でデーモン特殊召喚 OK でデーモン効果。いやこれいけるぞ、いける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 ぞいけるぞ。俺の計算が正しければいける。まあ、ランク級するしかなくて、でこれであとトリシューダ2回でいい。でこれでエンタープラズムにパイセンの効果発動する。こうしてでハンデス OK 来た、超解除残機ね。でスカルデッド行く。はいはい OK。 でスカルデッド効果発動してインフラニティネクロマンサー出す。ネクロマンサーの効果発動、インフェルニティデーモン特殊召喚 OK。 でデーモン効果、いやこれガン1枚いってんのいってえなマジ。まあ、ただ相手デーモン手札一発打ってっから手札なくなってっからちょワンチャンある。でスカルデッドをいった G ランチに変えて残り60秒だといけんのか。そもそもこの満足展開から60秒で回せんだこれ。それだけマジで不安だわ。G ランティス出すだろう。でネクロマンサーも出すだろう。でデーモンも出すだろう。でニビル、あとちょっと待って、時間との戦いみたいになってきてるんだけど、デーモンの効果、ちょっとこれいけそうだな。でもいけそうじゃね。でセット、そしてネクロマンサーの効果を発動、インフェルニティ千原聖司を特殊召喚。うわま満足、エッポン満足、はい、まずく一本まずく、はい一体目一本目で効果はそう。確かトリシューダー一応なんか召喚工場みたいなのあった気がするんですけど、ちょっとあんまよくわかってないです。はい、あと1枚ね、残り手札あと1枚。よし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 よ。残り相手の手札も残り1枚でしょ。俺の残り時間は36秒。うわっ、これでこうしてでこうしてでこうふん、まずく、はい一本まずく、はいまずく一本まずく、はいよし。おっしゃあ2ミル食らっても余裕です。満足とか言ってっけどさ、
これこのなんか CM いつの時代の CM かちょっと覚えてないんだけど、これ知ってる人ももはやさ、この令和の時代にいなそうっていう説あるけどね。なんか一本満足バーっていうなんか何健康的 なんかそのカロリーメイトみたいなやつが大豆かなんかできてないけど確かなんかがあって、それをなんか草薙さんがま満足一本満足みたいな言い方してなんか宣伝する CM が昔やってたんですよね。あれいつの時代なんだろうね、ちょっと覚えてないんだけど結構昔それをなんかその満足流、まあ、取り締まると満足流って言われてるからさ、でなんか、ま、あの CM は実質満足流の CM だと思ってるんだけど、それでね、神殿を守るものってどういうこと？やばくないこれ。ちょっと待ってくださいね。今からてめえの、いやこれ一旦ちょっとメインフェーズ入ったらイベルがワンチャンあるから、ちょっとマジで本当にやばい。なるほど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 、ハンデスをしようとするってことはハンデスをされる覚悟があるってことだな。つまり、いやあんまなかったっす。